プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とデンでお送りいたします。はい、はい、今回も映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、もう毎週毎週ね、素敵で美人で可愛い女性が多くて申し訳ございません。僕まで大好きなね、夏めぐちゃんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、多分出会って多分6年ぐらいだとは思うんですけど、まあ、1回ね、ラジオ体操に出てはいただいたんですけど、まあ、今日は出会いは奇跡の、その、役者の一人として、はい。見ていただきまして、はい、ありがとうございました。いや、もうありがとうございました。本当に貴重な機会を。まずですね、ちょっとまあ本当、対談というか、まあ質問形式であれですけど、はい。この映画のお話を聞いた時の感想と、実際撮影現場に入った時の印象と、実際やってみてどうだったかというのをちょっと教えていただけますか。はい。お願いします。ちょっと最初は、最初お話をいただいた時の感想ですか。はい。驚きと驚きが一番ですかね。え、そうなんですかってなってました。でもやっぱりとても嬉しかったっていうのが一番大きな気持ちとしてあります。二つ目何でしたっけ？忘れました。実際に現場にたどり着いた時の印象ですよね。はい、でも本当に本格的に皆さんが愛を持って参加されてたので。ちょっとこう気持ちを引き締めながら、またこう楽しい気持ちで参加させていただきました。よかった。ありがとうございます。映画の監督というか、いや、その現場というか、そういうのは初めてだったんですね。そうですね。映像はテストみたいなものはね、ありましたけど、実際にこう撮影を本当にやるっていうのを初めて経験させていただきました。なんか周りの雰囲気とかイメージしていたのとどうでした？一緒でした？現場。もっと緊張感でやられてしまうかなと思ったんですけど、でもやっぱりこれはでも本当にまこさんのイラストっていうところでたくさんみんな愛を持った方が集まってるっていうのをすごく感じて、すごい雰囲気が温かかったですよね、現場の、うん、それはすごくありがたかったです。やりやすくてありがたいですね。嬉しいです。うん、ありがたい、ありがとうございました。まあラジオを聞いていらっしゃる方あれなんですけど、この夏めぐさんはですね、元気なね男の子が4名いるというふうに伺っているんですけど、はい、4人のお母さんママです。そうなんです。もう毎日すごいですよ。今現在ですと、お家のベランダ側のガラスが1枚割れて、段ボールで塞がれている状態で3ヶ月ぐらい経っていたり。本当に？あ、本当です。割れちゃって。なんかあれですか、喧嘩っていうか、いや、なんかちょっとコツンとぶつかった。意外と綺麗に割れるもんでですね、バリーンといったままそのままもう直す気力もなくし、以前はお風呂の扉がそうなってたんですけど、うん、はい、敷金は一度も帰ってきたことがないようなお家です。冬じゃなくてよかったですね。そうなんです。よかった。もう暖かいからいいかなってちょっと放置してます。うん、ちょうど風が入ってくるみたいな感じ。そうそう、違いますね。賑やかなお家です。なんかもう少し経ったらその段ボールをなんかその網目状のですね、蚊が入ってこないぐらいの。いや、もう貼り付けましょう。夏めぐちゃんが今その、ね、配信をされてるというふうに伺ってたんですけど、はい、ちょっとそのあたりも聞かせていただきますか。ちょっと自己 PR しましょう。ありがとうございます。そう、私はですね、はい、もう気づいたら17年18年ぐらい前からですね、インターネットで、まあ、当時はこうライバーっていう名前もなかったんですけど、今はライバーさんって言われる
ライブ配信アプリを使って皆さんとお話をしたりコミュニケーションを取ったりするライバーっていうお仕事をさせていただいています、うん、はい、昔はパソコンでね、あの iPhone がない時代からスマホがない時代からやっておりました。へー、はい、なるほど。ライバーさん長くされてあるんですね。そうなんです、すごい。そうなんです。やっぱり気軽に自宅からできるからやりやすいっていうのはあるんでしょうね。そうですね、まずは本当に東京に上京して友達がいなくてパソコンがお友達みたいな状態から始まって、うんうん、もう気づいたら一日十何時間パソコン開いてるみたいな状態がしばらくあって、このライブ配信っていうのはライバーさんっていうのは主になんか どういったことをするんですか。いろんな方が今はねいるんですけど、それこそ YouTuber さんとかと同じように音楽 YouTuber みたいな感じで、うん、音楽ライバーの方もいれば、うん、なんかこう自分の得意を生かして、最近は私とかもこう言われるんですけど、ママライバーさん、うん、お仕事を家事と子育てをしながら空いた時間に配信をする方とか、でここ副業としてされてる方と本業としてされてる方といいますけど、うん、まあ、お料理配信とかいろんなジャンルがありますね。はい、まだ周知されてないですよね、日本全国には。そうですね、まあ、ちょっとずつっていう感じですね、うん、ですよね、はい。なんだっけ、その私も2年ぐらい前にライブ配信っていうものを真剣に耳に入れるようにしたんですけど、結構頑張ってる方はそれなりに、その何ですか、報酬っていうのがあるんですか。いますね。ライバーさんも人気商売になるので、うん、いわゆるその、まあ、主に投げ銭になるんですけども、うん、投げ銭がたくさん稼げるっていう方は、うん、まあ、いわゆるトップライバーさんと言われる方々は、うん、高報酬でお仕事されてますし、逆にこうちょこっと主婦のパートくらいな感じで働いてる方もいます、うん、トップライバーさんってどれぐらいあるんですか。きっとそれぞれ違うと思うんですけど、本当に、うん、毎月何百万も稼げる方は稼げます、稼いでらっしゃいますね、うん、すごいですね。だからもうすごいですよ。もうそういう方の配信はもうお話ずっとギフトが飛んでいるみたいな状態で、もう画面がもうギフトで埋まってるみたいな内の方です。もう見えない、ずっと投げられてるみたいな方々はすごいですね。思いつきで主婦の方がやってみようかなっていう方でも、はい、やっぱりじゃあなんか数万とかは行くものなんですか。そうですね、ライブ配信始めて約1年ぐらい経ってるママライバーさんいるんですけど、うん、まあ、最初は本当に物に右も左もわからないみたいな状態から始まって、うん、この1年で、月10万円から20万円の収入を得られてますね、うんうん、それぐらいになっていく方が多いです。なんでちょっとねパート行くよりは全然いいかなっていうですね、はい、だってかかるあんまり原価費用がないですもんね。そうです、もう家でスマホさえあれば配信できるので、うん、そうですよね、昼夜問わず早朝やってもいいし夜中にやってもいいし、うん、なんで結構子供、まあママさんで言うと子供が起きるまでやって、お昼食べながらちょっとやって、うん、子供が寝た後ちょっとみんなとお話ししてみたいな感じでやってる方もすごい今、うんうん、いらっしゃいます。このラジオを聞かれてね、ちょっとご興味、自分もやってみようかななんか思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあその場合は、はい、ラジオなどの場合はあれなんですけど、URL とですね、QR コードが一応ここにあるんですけど、はい、ここをちょっとクリックしていただくか、なんか見ていただければ、はい、何ができるのライブ配信でっていうのがちょっとあるので。そうですね、ママさんだけではなくてね、そうですね、なんかこうメディア露出していきたいとか芸能活動していきたいっていう方がどちらかというと多いので、またそういった夢がある方もぜひ挑戦していただけたらなと思います。そうですね、今耳だけで聞かれている方は、うん、FM ギノワン、 FM ギノワンのサイトでこの出会いは奇跡の番組の中で、ゲストが夏めぐさんのところを見ていただければ、検索していけますのでよろしくお願いします。お願いします、はい、楽しいですね。だけどライブ配信でまた聞いてるとね、楽しいです、うん、もういかにちょっともうね自分の推しを探すかずっとこう推しっていうのは、はい、推薦するの推しですよね。そうです、
でみんなこうライバーさんに対する推し活っていうのをリスナーさんはしてくださいます。推し活、あ、なるほど。でもアイドルとかと同じで誰推しっていうのがみんなあるんですよ。ジャンルも結構あるんですか、そのアイドルとか接客とか。ジャン、はい、ありますね。あのアプリによってはもうそのジャンルで分けられてる、タグ付けされて分けられてるところがありますので。なるほどなるほど、面白いですね。いろんな世界がありますね。ねえ、どんどんなんか変わりますね、時代も。そうですね。ライバーとあの VTuber、もう一個ありますよね。あれ何でしたっけ？ライバーと何でしょう？VTuber？ そう、ライバーの中で VTuber って言うと顔出しをしないアバターを使って配信する方とか、あとは音声だけとかもありますね、今。あ、なるほどなるほど。顔出したくない方はそれですればいいですね。はい、それでも大丈夫ですし、最近は結構ゲーム配信とかも公式ライバーさんが行えるようになってきたので、ゲーム好きな方もできます。なるほどですね。根本真子さん、この前ほら夏めぐちゃん来ていただいて、シーンの中身はちょっとネタバレになるので言えないんですけど、その時初めてだったんですよね、対面は。そうなんですよね、対面はね、本当初めてで、はい、ね、ちょっとね、撮影で、バタバタしてたので、ちょっとゆっくりは待って、ちょっとお話はできなかったんですけど、すごくやっぱ想像通りね、素敵な方で。そのお言葉をお渡しします。お会いできて嬉しかったです。本当に私も嬉しかったです。ありがとうございました。初めての対談、いや 対面か、初めての対面で、私もたまにあるんですけど、ずっとZoomでしか話してなくて、初めての対談でした。やっぱり臨場感が100倍ぐらい変わりますね。ズームはズームなりにいいんですけど、対面でやったら、やっぱ感動にやりますよね。やっぱり違いますね。本物だってなりますよね。本物だ、そう。なりました。なんか好きなファンの、ね、誰かのコンサートに現場に行った感覚ですよね。なりました。握手したいみたいな。会えたー、やったーみたいなね。はい。で、この出会いは奇跡は、出会いは奇跡、まだ言えないんでした。そうそう、出会いは奇跡。またね、ちょっと今後、まだちょっと最大の時間あるんですけど、まだ次ご縁があったらね、ちょっと、またお願いしたいと考えている一人です、夏めぐちゃん。そう、よろしくお願いします。声優さんもして、役者を初めてされて、実際役者の今回やってみて、なんか、またやってみたいなとか、なんかそういうのってありました？ちょっと思っちゃったんですよね。もともとこう密かな夢があって、私やりたい役っていうのがずっと夢であるんですけど、私子供の頃から2時間ドラマが大好きで、ありとあらゆる刑事ドラマ、2時間ドラマの目撃者役を全部やりたいっていう夢があるんですよ。でもなんかそれってもう本当にエキストラぐらい のセリフもなくていいやって思ってたんですけど、なんかちょっとそこに近づいた気がして嬉しかったです、今回。あ、なるほど。なんでこれをバネに、なんかいつかのものって思ってたんですけど、ちょっとそこの夢に向けても動き出せたらいいなって、ちょっときっかけをいただきました。それは事件現場の目撃になるんですね。そうなんです。キープアウトのとこに立ちたいんですよね。キープアウトなんですね。最前列に。そうです、そうです。全部のもありとあらゆる最前列に立ちたいっていう夢がある。なるほど。大好きで、刑事ドラマ、2時間ドラマが。なるほど。そうなんです。それはちょっとそこにちょっと頑張ろうかなっていう気持ちが。それなんか事件現場を見てみたいというのと、はい、事件現場のとりあえずキープアウトの線に触れたいというのはどっちが近いですか？ここにキープアウトとコラボしたいですね。あ、そういうことですね。なるほど。あとこうキャーってこう見つけて、被害者を見つけてキャーっていうおばさんをやりたいっていう。あ、2つどちらかやれれば。なんか
いいですね。いけそう。これがもう本当に夢で。夢なんですね。夢なんです。これ結構ずっと持ってる夢なんですけど。あ、しっかりと受け止めましたね。50歳ぐらいになったらとか思ってたので、もうそろそろちょっとそこに向かってみようかなと思ってます。あ、なるほど。はい、僕も今回初めてその映画といいますか、本当私も初めてなんで毎週のように話しますけど、はい、私もですね、実際こうやってみて台本作ったりものすごく大変だったんですけど、次やってもいいかなと思ってまたやりたい。すごい、なんか癖になりそうな気配がします。今の空気が本当にすごく良かったので、来た方はね、こう今日なんか現場の空気が怖いと恐怖心も出てきちゃうと思うんですよ。これ昔経験してるんですけど、それがないのがすごく本当に温かいなと思います。なるほど、はい、今回はほとんどが部屋の中のね、設定だったんですけど、なんかゆくゆくもし何か次の作品を作るとしたら室外、ロケに行きますか。ロケでの現場キープアウトがあるかどうかわかんないんですけど、なんかそれもなんか楽しそうだなと思いました、ね、いいですね。そう、遠くなければね、少人数でね。でもそれライブ配信でやっても面白そうですね。そこ、このチャンネルずっとドラマ撮ってるみたいな、リアルタイムで進行していく。それ面白いかもですね。面白そうです ね。5分ドラマ撮って、はい、10コマぐらいしてもなんか人気出たりしてですね、撮影現場をずっと配信して、でその作品を別で見れるとかちょっとやってみたいですね。そういうね、脚本考えるの大好きですよ。へー、楽しみ。いやー、本当今その4名のお子様、まあ、はい、一番上が何歳でしたっけ？一番上が8歳ですね。8歳、はい、一番上8歳、上が8、7、5、2歳です今。8、7、5、なるほどなるほど。皆さんじゃあ元気ですね、男の子だと。もう元気いっぱいです、満腹。なるほどなるほど。今回ね、こういう対談出ていただいたんですけど、何かのラジオのね、中で通じる中で何か私たちに質問とか、はい、希望とかなんかないですか？質問と希望。はい。要望と質問。なんかまこさんには聞きたいこといっぱいあったんですけど、これ多分今聞いちゃうときっとネタバレになってしまうから。じゃあ会いましょう。今度それはもう置いといて、希望。いや、そうですね。キープアートの希望はもう受けたまりました、ね。はい、お願いします。なんか正直その SNS とかのチャンネルあったら見たいなって思いました。やっぱり TikTok とかで、なんか、なるほど、ショートストーリーとか作れそうですよね。なるほどなるほど。そういうのはすごいちょっと個人的に見たいなって思いました。見たいし、お知らせしたい、みんなにお知らせしたい、お知らせしたい、っていう気持ちになったので、もし、ああなるほど、またなんかひらめきましたよ、ね、TikTok でちょっとずつこう小出しにした何かこう素敵なお話をいただけると。う、ね、なるほどなるほど。声優さんを捨て猫シナモンでね、白子ちゃん役をしていただいたんですけど、声優も何か他にこういうのをやってみたいとかあります？だからそれこそそこでこうコラボできそうですよ。まこさんのイラストがもう画面上にはある映像で、そこに何か TikTok とかだと短いじゃないですか、今回はストーリーを考えていただいて、今回の声優誰々、今回の声優誰々みたいな、その一つのところにみんながそれ集まれて、今ちょっといいなって思っちゃいました。なんか先ほどからいろいろアイディアいただいてね、なんかこうね、今ちょっとそのショートストーリーで一つずつこうスライドしていくと、いろんな声優さんがいろんなことを語ってるとか、なるほどです、ね、いろんな役を演じてるみたいなのあったら見たいなって思いました。なるほどなるほど。今回出会いは奇跡で35名ぐらいの方に、まあ、役者さん来ていただいて、まあ、残りの6名ぐらいはスタッフだったんですけど、今ほら毎週のように対談 のコーナーで出ていただいて話してるんですけど、毎週毎週いろいろ
いいアイデアをいただいてます、本当皆さんに、楽しみですね、それがこう現実になっていくのか、はい、どこですかね、楽しみ。もう動く前に、いや考える前で動くタイプなんで私は、もう気づいたら手が出てしまってるんですよね。あ、手がなんか作ってるみたいな感じ。そうなんですね。早くてすみません、いつも私のスピード。助かります。逆に遅くてすみませんも。いろいろ大変です。すみません、本当に助けていただいていつも。ありがたいです。うん。じゃあ本当ね、今日ありがとうございました。忙しいところ。こちらこそありがとうございます。うん、忙しい中。はい。じゃあ根本真子さんは他には何もなかったですか。はい、言い忘れは。今後ね、その夏目がさんは、はい、こうどういったその活動っていうか、なんかこう、なんかこうやりたいことを、なんか、はい、活動ね、これからの夢だったり、まあさっきちょっと今後のね、はい、はい、今後のね、はい、あれば。そう、ライブ配信がもう本当に大好きなので、ライブ配信に関わることっていうのをこう軸にやっていきたいなっていうのと、やっぱり、子供を子育てながら、こう子育てがすごくこう孤立化してるなっていうのを感じていて、私もいろんな人に助けてもらったので、こう地球、子供は地球の宝物っていう風に SNS で書いてるんですけど、みんなが自然に何かの形で子育てしていけるような何か活動ができればなっていうふうに思っていて、で私にできることとして、まあ、お子様向けの今 SNS 社会なので、うん、SNS でちょっとお子さんが困ったりするようなことがないような活動とかもちょっと今後はしていけたらいいかなって思います。でそこからなんか犯罪に巻き込まれたりするようなことを、うん、抑止できるような活動とか、なんかそういったこともちょっと考えていきたいなって思っています。あと殺人現場の目撃者も引き続き狙っていきたいと思います。いやーよくわかりました。ちょっと受けたまわりました。こんな形で、はい、じゃあ、やっていけたらなと思っております。そうですね。あとあれです、大事なことをきっとあれです、子ども食堂もね、そこ あるので、子ども食堂をこう窓口にしながらママさんたちがつながってそういうのをやっていってっていうのをしていきたいです、ね、ですね、はい、またちょっとね、次対面で会うときはゆっくりお話しましょう。はい、ぜひ。いつもなんかねバタバタとして、はい、時間をお願いします。はい、今日のゲスト夏目ぐちゃんでした。ありがとうございました。本当に今回も素敵な出会いをありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一旦こちらでゲストをさせていただきます。はい、この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音雫ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、虹の空に誓うよ、夢を抱き、どんな時も信じ
じてる。そばにいる。